第1回校庭決定戦の通知表を発表します。フレンドの結果と評価も載せるんじゃけど、プライバシーに配慮して仮の名前にしてます。で、評価基準は勝利回数とキルデスレートとダメージの3項目の偏差値の平均を総合評価にしてます。いっぱい当てて死なずに倒して試合に勝ったやつが PVP 最強ってことですね。で、これが結果です。左の上から名前、キルデスレートランキング、ダメージランキングの順位になってます。で、その下の表が、スコアは実際の数値で、偏差値は、偏差値です。まあ、50がちょうど真ん中じゃけ、50より上が平均以上で下が平均以下ってことですね。で、表の下のレーダーグラフが、左がこの表示されてる人の数値で、右が、元気ボーイとの比較になります。ちなみに青が元気くんです。で、右上が総合評価とランキングですね。じゃあこのまま仮名 PU 市長さん、キルデスレートランキング7位、ダメージランキング2位で、総合が11人中6位。この人はね、ダメージランキング2位でダメージ出とんじゃけど、ダメージの割に全然人倒しとらんのよね。じゃけ、一回ちょっと落ち着いて周り見て倒す敵を見極めてから撃つようにしましょう。続きまして、仮名 MM18 さん、キルデスレートランキング5位、ダメージランキング4位で、総合が7位。キルもダメージも稼いだんじゃけど死にすぎちゃったね。相手の攻撃を避ける練習をすればもっと伸びるんじゃないかな。そして仮名マニアックさん、キルデスレートランキング3位、ダメージランキング6位で、総合は MM18 さんと同率の7位です。全体的に平均よりちょっと下のスコアだったね。でも、ダメージが800切っとるけ、エイムの練習をもっとした方がいいと思うよ。頑張って。次が仮名ももちゃん、キルデスレートランキング8位、ダメージランキング5位、総合ランキングは下から3番目の9位だったね。全体的にパッとしないスコアになってしまったね。まあ今回は残念じゃったけど、まずは止まっとる敵に確実に当てるとか基本から練習してみよう。まだまだ全然大丈夫。最後は私のデータです。まああえて順位は言わんけど、すっごい一生懸命頑張りました。以上です。